かもじゃますです。よしです。今日ね、あのショートラリーをやりたいんですけど、はい、やめましょう。やめました。ありがとうございました。以上です。ご視聴ありがとうございましたじゃなくて、はい、前普通のショートラリーやったんですけど、やっぱりトップ選手たちってただショートラリーやるって言っても普通に面合わせだけじゃなくて、こう、この半分のボックスを有効に使ったりとか、カットとか入れたりとか、ステップ入れたりするじゃないですか。はい、だから今回はそれをちょっと教えてほしいなと思って。はい、まあ、福島選手はどんなことを意識してこうショートラリーをやってますか？ショートもそうだし、ボレーもそうなんですが、短い距離であるんで、相手から返ってくるボールも速いので、打った後にボールを見てるのではやっぱり準備が間に合わないので、できるだけ打つと同時にすぐパッと構えるようにしてます。また動き出す時も一回ステップをパッと踏んだ後に動き出していくというのがすごく大事ですね。で、まあ、ただ単にドライブで打つだけじゃなくて、もちろんハードコートだったり体育館とかだったりするとボールが跳ねちゃったら相手に返されやすいので、そういう意味も込めて、あのスライスだったり強くカットで切ってみたり、いろんなボールの回転をかけて、打つっていうのが、まあ、すごく大事になってくるところですね。トップ選手のボレーボールとかショートラリー対決すると、ステップの違いをねすごい感じるのね、後から見ると。そう、目が早いのよ、僕のは。そう、だから、ね、僕なんかね、こうそのやってる時は全然気づかないんですけど、動画をね後から見返すとね、僕はね、こうやってねゆっくりやってるんですけど、ね、選手の方がこうやってね動いてるんですよ、これ。でもなんかこう、ね、やっぱスプリットステップはできないっていうか多いんで、そうで今回はもうこれはもう習慣にしてほしいですね。もう当たり前のようにできないよね、何も考えなくても体が勝手にっていうくらい、もう寝て起きて立ち上がったらスプリットステップするみたいなね、まあ、体に、ね、身につけてほしいなと思うんで、まあ、今回はねそこを見ながら、まあ、僕たちがどういうふうにこう面の使い方とか、まあ、ショートラリーをしているかをぜひ見てほしいなと思います。じゃあ今回はショートラリーやっていきたいと思います。レッツゴー。